別紙銅山。別紙銅山は、愛媛県新浜市の山麓部にあった銅山。1690年、元禄3年に発見され、翌年から1973年、昭和48年までの282年間に約70万トンの銅を産出し、日本の貿易や近代化に寄与した。一貫して、住友家が経営し、閉山時は、住友金属鉱山。 関連事業を起こすことで発展を続け、住友が日本を代表する巨大財閥となる礎となった。最初の最高は、海抜千メートル以上の険しい山中、旧別市山村であったが、時代と共にその中心は、新居浜市川へ移り、それにつれて山の様相も変化していった。行動は、全長七百キロメートル、また最深部は、海抜マイナス千メートルにも及び、 日本で人間が到達した最深部である。皇居前広場の公園内に現存する楠木正成像は1900年、明治33年に別種銅山の銅で建納された。また、1900年、明治33年の銅山川鉱毒事件など、鉱毒事件が数回発生した。閉山後の今は植林事業の成果もあり、 緑深い自然の山へと戻って、夢の後のような産業遺跡がひっそりと佇んでいる状態であるが、近年はそれらの歴史的意義を風化させないことを目的として活用し、マイントピアベッベや別ュなど観光開発が進み、新居浜市の新たな資源として蘇りつつある。また、別紙山村の合併により一体的な観光開発にも弾みがついている。 近代産業遺産の宝庫として文化財関係者等からは注目されていたが、そのほとんどが住友グループに属することもあって活用が進んでいなかった。こうした近代日本を切り開く礎となった産業開発の歴史さらにはその後の環境の復元という人の営みに着目し、また岩見銀山が2007年平成19年6月28日に ユネスコの世界遺産、文化遺産エロクが決定されたこともあって、別種銅山も世界遺産登録を目指す動きがある。日本を代表する金銀銅の産地である、新潟県佐渡市、金山、島根県大田市、銀山、愛媛県新浜市、銅山の産市町が集まって、金銀銅サミットが2006年、平成18年5月開催された。であった。市場。 成績が不良であった場合は受け負いを辞退することを保留したもので、永代受け負いとなったのは1702年、元六十五年3月である。これより先同年1月、住友友義は勘定奉行、小木原茂秀に呼び出され、成績不良で1698年、元六十一年に受け負いを辞退した、吉岡鉱山の経営を高圧的に命じられた。これは、江戸幕府の貨幣政策で、 ちょうど不足に悩んでいたためであり、友義は交換条件として、下記の要望を提出した。別紙銅山の交渉は、編成岩、南側編成帯中に現れる、総上含む道流化鉄交渉、キースラガーである。これは、海底火山などの活動にもたらされた、熱水交渉の一種と考えられている。純度の高い王道鉱、銅の鉱石、鉱鉄鉱が算出されていた。 鉱石中の銅の含有量が多い特徴があり、高品位のものだと20%台、現在一里で採掘されている銅鉱石は1%前後にも達する。別紙銅山は、その種類、時代、地域の多様さ、広さにおいて、貴重な工業遺跡群を形成している。別紙銅山から発展してきた新居浜市には、鉱石の採掘から、精錬、 関連して発生した科学工業、機械工業など、また工場、工業所だけでなく、社宅など生活の場も含めて幅広い産業移行群が現存し、一部は現在も用いられている。その分布は赤石山系の山中から、麓の橋出場、山根地区、さらには海岸部の星越え、総会、新居浜港、さらに新居浜港の沖合のし坂島。 この島のみ、新居浜市ではなく、今治市に至るまで、南北方向に広範囲に分布している。時代別には、開港から、明治、大正、昭和繁栄と平山までの時代の変遷を示す一元の遺構が残存する。別紙鉱山を記念するシンボル施設として、新居浜市により橋出場地区に、マイントピア別紙が整備されている。ただし、その敷地内に所在した、 最高本部などの建屋はそのほとんどが取り壊された。住友別市鉱山鉄道が、石が山竹各石原、総会短室場に走っていた。1893年、明治26年に、開業。1952年、昭和27年に、旅客営業廃止。1977年、昭和52年に、鉱山鉄道としても、廃止とな。 イカダツ港は赤石山系の南斜面に位置し、1878年、明治11年に開け港され、最初は、音トジ港と呼ばれていた、弟地は付近の地名。一時休止された時期もあったが、別市銅山の一資産として、機能を果たしてきた。最初の高校とは、道山川を挟んだ対岸2940年、昭和15年に、イカダツ新高校として、 開け校された高校は1973年、昭和8年の別市道山平山まで使われた。新高校の近辺には、当時、社宅、クラブ、娯楽場、診療所、小売商店などが軒を連ね、陰心を極めていたが、平山と共に人は去り静かな山に戻った。現在は、いかだつ校に立ち入りはできないが、外から見ることができる。その斜面には、 が月後半頃トナル地区は、1916年、大正5年から1930年、昭和5年まで、別市銅山最高本部が置かれていた。このような山中に、かつて多くの人が工業に従事し、その家族ともども生活し、小中学校まであった、町があったのかと信じられないように現在は山中に、静まり返っているが、閉鎖された行動や、 鉱物輸送用の鉄道跡などが残っている。付近は再整備され、歴史主家館や保安本部跡を利用した、マイン工房、花木園、高山植物園、子供広場などがある。また、東なる小学校、中学校の跡地には、銅山の里自然の家がある。東洋のマチピチュと新聞に取り上げられ、派手場地区は、最高本部が1930年、昭和5年に、 東なる地区から移転され、1973年、昭和48年の閉校まで使用された地区である。現在、ここには、マイントピア別市が整備されている。マイントピア別市では、鉱山鉄道時期跡を生かした、観光用鉱山鉄道、火薬庫跡を生かした、観光行動などの地中展示施設のほか、砂金取り体験パーク、温泉保養センター、売店、レストランなどを備えている。 道の駅に指定されている。地区の南には1915年、大正4年に開通した橋出場高校と大立高を結ぶ第4通路や1912年、明治45年に完成した橋出場水力発電所登録有形文化財が現存している。内部には電気機械が残っているが、一般の人は立ち入り禁止となっている。 ヒサ島にも多数の産業遺産、遺構が存在するが、住友金属鉱山の私有地であり、一般の人は許可なく立ち入ることはできない。詳細はヒサカ島の記事を参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。